はい、動画の方ご視聴いただいてありがとうございます。今回はですね、ジーソミア破棄ドタキャンの裏側ということで、お送りしてまいりたいと思います。割とですね、急いで、撮ってますので簡単にだけ触れて、おきたいと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。まずですね、もう早速ですけど3つテーマいきたいと思います。1つ目が、ジーソミア破棄ドタキャンの裏側で、次が日本の情報あったのかと、で最後に感情で語る韓国情勢ということで、今回お話をしていきたいと思います。まずですね、ジーソミアについてはもう前々回からずっと韓国を見るシリーズという形でですね、詳しく述べてきておりますので、最終的にはですね、韓国から北朝鮮、中国を含む東アジア情勢について、という形で今回の動画、特にですね、ジーソミア破棄っていう話題、輸出管理の話題からですね、今日までの流れについては、そのような形で東アジア情勢という形にして、お話をしてきて、おります。でその中で、今回ですね、今日のですね、突然の破棄に至るまでの流れを、追うためにもちょっと以前の動画を簡単にだけ確認しておきたいと思います。特に最後の動画でですね、3つお話しておりましたけども、まず驚くべき韓国情勢とで、中国経済の忍耐で、最後に日本の安全保障問題という形でですね、前回の動画はお話をしております。これも 前々回からの引き続きの状態でですね、簡単に触れていこうかと思うんですけども、まず弱い韓国の現実ということでお話してまいりました。もうとにかく韓国は強国ではないんだということから始まってですね、にもかかわらずかなり強硬な主張をしてきていて、で、そこへマキャベリという人の話を出して、隣国を援助するべきではないということで、で、隣国が非常に強硬に出てきているわけで、それを冷静に見ていればいいんだというようなお話をして、おります。で、韓国もそうなんですけども、やはり問題はですね、韓国の後ろにいるやはり中国が問題なんですけども、中国っていうのは経済も政治 もうかなり行き詰まっている状況がかなり甚だしい中ですね、そういった状況についてはかなりいろんな動画でお話してきてまいりましたので、こちらの方で、ぜひ参考にしてくださいよということで、今回もまた提示しておきますけども、とにかく中国の情勢というのは非常に、まずいことになっています。その点も踏まえて東アジアですね、そして、なんといっても北朝鮮ですね、ここのところですけども、本当木造船の汚い船がですね、結構流れてきているという記事が連日上がってきておりますので、そういった点も踏まえて東アジア、特に、三国ですね、例の三国が非常に荒れているという話をずっとしてきておりました。で、一応ですね、前回の最後には日本の安全保障を取り巻く問題という形で、このように、8つ取り上げておりますが、これについてもぜひ詳しくはですね、前回の動画で、確認していただければと思います。ちょっと早口で今までの分ちょっと振り返ってみましたけども、さて今回なんですが、なぜドタキャンしたかということですね。なぜ韓国はドタキャンをするのかということに対してけども、大方の予測なんですけども、やはり一番アメリカの圧力だと思います。これはもう多くの人が言ってますけども、とにかくアメリカが絶対に許さんという話をしていったんじゃないかというところですね。でさらには、韓国国内の経済の実態が非常に厳しくなって、もうここ連日、非常に厳しくなっています。でそれに気づいたということ、もっと言えばですね、破棄をすることが非常に、これほどまずいんだということにようやく気づき始めたのかなというところ、そして何と言ってもですけども、破棄することのメリットがないことに気づいたという、もうこれも意味が全くわからない状態なんですけども、そもそもですね、一番最初の日本が輸出管理をするということに対して輸出規制だと言って騒ぎ立ててですね、日本がそんなこと言うならうちはこうするぞということで出してきた条件がこのジーソミアの破棄ということだったんですけども、それ全くですね、意味がわからないことに、それを破棄して困るのは自分たちですよということだったんですね。それはもう結構多くの人が言ってたんですけども、その軍事協定を破棄することで、日本が困ることは何か、別に何もないで、それで困るのはむしろアメリカが、やはり、アメリカの安定を考えれば
アメリカは困るよということですから、まあ、大国に立てついたわけです。でもともと韓国では反米感情も高いので、まあ、日本に対して、拳を振り上げるふりをして実はアメリカに対して拳を振り上げていたんじゃないかなというところなんですけども、まあ、かなり、そのことでも日本国民の感情をかなり傷つけたようなところがありますし、韓国自体が何を考えているかもう自らも周りからも誰も理解してくれないような状況が生まれてしまっているというこの最低の状況にですね、とうとう気づいたのかなというふうに思っています。まあ、これが大体ドタキャンした理由ですよと、裏側にあるのはそういった事情だということなので、まあ、そもそも出発があまり意味がないところから出発しているからよくわからないんですけど、まあ、実際まだちょっとそういった発表があって1時間、2時間、そのぐらいですからあんまり詳しいことは分かっていません。ただまあ大体分かることはそういうことだなと思っています。でですね、それに対してですけども、今はっきり分かっていることといえばですけども、実際ですね、そのジーソミアが破棄するのは困るというアメリカからしてみれば、アメリカはヨーロッパの方でも中東の方でもかなり、深い問題を抱えてますので、東アジアに構ってられないという中で、のことですから、あれなんですけど、北朝鮮とアメリカはちょっと不和がですね、目立ってきているというか、ヤフーの記事で読んだところですが、北朝鮮とアメリカが何らかのですね、ちょっと話し合いをしている中で、北朝鮮の方からアメリカに対して投げているボールが返ってこないというようなことで北朝鮮は焦ってるんだというような記事を見かけました。多分その辺が多分アメリカからしたらですね、あるんじゃないかなと思います。結局北朝鮮が焦ってるというような記事がありましたので、それは事実あるんじゃないかなと思います。なので、アメリカとしては北朝鮮が何かやらかす可能性があるということを懸念して日本との連携を強めなければ許さんという形で圧力をかけたのかなと思っています。これも要は北朝鮮絡みなんだと思います。だから韓国としてはアメリカから脅されていけんとなったところですね、これもかなり問題だと思うんですけど、中国は結局としては裏切られたような形になりますから激怒ということです。今回のジーソミアを破棄するのをドタキャンすることによって日本は得るものはないし、アメリカと北朝鮮の仲が良くなるわけでもないんですが、アメリカはちょっと安心するかもしれません。ただそれ以上に北朝鮮もかなり、冷淡に見ていますし、韓国のことは相手にしてないような状況があると。で、ここへ来て中国が激怒というところですね。韓国としては、まさに四面楚歌というところかと思います。はい、ということで、今回のジーソミアのドタキャンの裏にはそういった事情があるかなと思っていただければと思います。そして、一応次のテーマですが、日本の情報はあったのかというところです。これはかなり、私たちが気になるところではあるんですけども、これもほとんど何もわからないと思います。最終的にはですね、国会で、審議すればいいんですけども、おそらくですね、野党からしてみれば韓国寄りの人たちが野党をしているようなところがありますので、あまり深くは追及しないのかなと思いますし、むしろですね、今国会で話題になっている桜の会の問題なんか全くですね、大した問題ではないのに、こういった重要な問題が語られないんではないかと思います。結果として日本の情報があったかどうかはもう闇の中ということになるのかなと思います。だから政府の動きを見て判断するしかないんですけども、おそらくですけども、日本にとってジーソミアが続くことによるメリットって基本的にはそんなないと思いますから、何も見えてこないのかなと思います。結果やはり日本の情報があったかどうかは分からずじまいという形でしまえるのかなとは思っております。ここで本当に考えるべきは、やはりアメリカにはどっちにしろ日本は逆らうことはできませんので、アメリカの意向に従わざるを得ない。ただなんといってもですね、韓国のような国にですね、弱い弱小な国に、いつまでも振り回されるような状況があっていいのかということは、これは本当に真剣に考える必要があるのではないかと思っています。結果としてはですね、韓国の動きに日本が、右往左往させられるということはですね、本当単純に考えるようなところのあまり見えにくいところでかなり被害が出てるんじゃないかなと私としては思っています。いろんな会合とかもですね、急にいなくなったりとか、いろいろ積み上げてきたそういった会議とかが
急になくなったりとかそういった形でですね、積み重ねができないということは日本にとって大きなマイナスだと思いますので、やはり韓国と本当にちゃんと付き合っていくことに、対してはかなり警戒を示さなきゃいけないのではないかと思っています。これが、日本の考えることというか日本の本当の課題というのはそこにあるのかなと思います。でもう一つですね、もう一つちょっと大事なところなんですけども、日本の情報についての話とはちょっと、ずれてしまうんですが、日本の課題という意味でですね、ちょっと触れておきたいのが、韓国はやはり所詮小物と言ってしまいますけども、韓国の今回の動きはあんまり大きな問題じゃないです。それ以上にですね、やはりその後ろにある中国の問題、やはり中国の国内の情勢が非常に不安定な今の香港の問題とかも含めてなんですが、やはりもう香港にはもう住めないという人たちがすでにかなり発生しています。でそんな中でですね、いつも言ってますけども、住めない人たちが難民化して、日本に押し寄せてくるということを真剣に考えなきゃいけない。でそれはですね、今回の韓国も全く同じことなので、日本側としてはですね、そういった経済難民あるいは北朝鮮の帰民も含めてですけども、やはり水際のチェックをしっかりしていくっていう必要は、かなり大事なところとして非常に重要なポイントとしてあるんじゃないかなと思います。だからそういったところでですね、日本が譲歩するどころかもっと厳しい目で、見ていくということをですね考える、これが、日本の課題として、非常に重要なところかなと思います。はい、一応日本の情報あったかということがですね、最終的には日本の難民問題に発生、にちょっと言ってちょっと脱線してしまいましたけども、あくまでも韓国の話題というのは東アジア情勢の中でも本当その中の一部に過ぎないことではあります。ただちょっとあんまりにもやってることがちょっと大粗末だから、ちょっと今回どうしても動画にしたかったので、語っておきたかったんですけども、最後にですね、感情で語る韓国情勢ということです。前回はですね、前回というか少し前にですけども、物事を判断するときに感情で判断してはいけないということをお話したかと思います。それに少し逆行するような形ではあるんですけども、最終的に言ってることは一緒なんですけども、やはりですね、感情で考えて、言っている言葉とか感情で考えてやっている行動というのを大概ミスをすると私としては思っています。だから感情を一旦捨てて、しっかり冷静になって考えるべきだということですね。それが前回お話した内容でした。で今回その感情で語る韓国情勢というのはちょっと逆で、むしろですね、今回の件はですね、韓国の感情を利用してでもですね、利用してでも、進める方向性というのはあるんじゃないかというのがちょっと新しい視点として、見えてきました。というのが、韓国の感情というか、むしろ日本国の国民の感情なんですけども、いつもお話している中でですね、ヤフーのコメント欄には非常に、卓越した意見が潜んでいるという話は、何回もお話し差し上げてますけども、今回もそうでしたけど、やはりコメント欄で、見ればですね、この韓国のジーソミアの破棄で、むしろジーソミアを継続することで、日本にとって、何かいいことがあるかって思ってる人っていうのはですね、ほとんどいないです。だから韓国はもう韓国許すまじということでほとんどコメントは固まってるんですけども、むしろですね、もう韓国の方ですね、記事はですね、韓国の方を擁護してる記事がほとんどとはいかなくてもですね、中立かあるいは韓国を擁護している記事の方が明らかに多いかなと思います。で、韓国に対して厳しい批判的な意見を書くと、なぜかそういった記事が上がってこないようになっているようなところがあるのかなと思います。で、コメントができるところのやつを見ていけばですね、コメントはほとんど反感でまとまってます。本当ほとんど反感でまとまっているのに、記事はむしろ韓国を擁護しているっていう、そういったなんかおかしな状況になっているんですけど、もう本当コメントをする人の方がまだまともな意見なんじゃないかなと私は思っています。で日本国のですね、おそらく有権者の9割以上が韓国に対して、反感を持っています。良くない感情を持っています。だから
まあ、そういったのも踏まえてですね、韓国に対する悪い感情を持っていることがですね、冷静に考えて、ですけども、冷静に考えて、そちらの方が方針がまともなんではないかということなんですね。だから結論としてですけども、感情で語れば日本国はうまくいくんじゃないかという流れがちょっと見えてきているというか、まあ、そういったところがあるのかなと思います。だからいろんな記事見かけるんですけども、日本がかなり、嫌韓感情が行き過ぎているみたいな記事もあるんですけども、だから誰が困るのかという話なんですね。だから誰が困るのかといえば、それによって日本国民が困るのかということです。日本国民は困りません。まあ、こういった形でですね、結局自分たちの主張をして、で自分たちの主張をすることによって困ったら今度自分たちのこう主張に持ってそれをやめるという、かなり、自己主張がですね、肥大化したような人たちが、今回のような件を騒動を起こすわけですが、それに対して日本国民は怒ってるんだということですね。だから日本国民は怒ってるというその怒りの感情に真理があるのじゃないかなというふうに思っています。なので、私自身もですね、韓国のことを考える上で冷静になろうっていうことは変わりません。だから冷静に考えてもっと感情的に怒ろうということかなということがちょっと今回見えてきました。実際にアメリカ、国際関係のパワーバランスで考えればですが、やはりアメリカに逆らうことはできない。それはもう誰しも分かっていますけども、だけど韓国のようなこういう自分の主張だけしか考えないでですね、相手のことも考えずに、自分の主張ばっかりして、で、自分でその苦しめ、自分で自分を苦しめて最終的には自分の我を通すみたいなことをやってる国をですね、まともに相手してられるかという怒りをですね、むしろ前面に出して、私たちっていうのはもっと行動してい、く必要があるんじゃないかなというふうに思いました。むしろですね、こういうことをに対して、冷静にといえば聞こえがいいんですけども、むしろこれに対して何も考えない、あるいは何も声を発しなければですね、またそういうことをされるということじゃないかと思います。だからこれまでは逆にもっと、優しくした方がいいというか、友好を保った方がいいとか、援助した方がいいとかいうことを完全にですね、誰かに誘導されたような間違った政策を取ってきたわけですが、それに対してノーを言う人がいて、でそのノーを言うだけでなくてですね、もっと攻めた方がいいんじゃないかというのが今回の結論というか、感情で語る韓国情勢というのはそういうところにあるんじゃないかと思います。一応ちょっと感情的な話ということでお話ししましたけども、最後ちょっとまとめますけども、今回のジーソミアの破棄っていうのにはですね、日本側の意図っていうのはもうほとんど入ってないと思います。だから相手が勝手に騒いで相手が勝手にそれを収めたという、その程度のことであると思います。なので、それに対してまさか日本が何かお願い事をしたとかいうことはないと思うんですけど、あるかもしれませんけども、それはもうわからないので何とも言いませんが、こういったですね、むちゃくちゃなことをですねされて、それを黙っていく手はないんだということをですね、だからもっと私たちはそれに対して理解をした上でですね、反論しなきゃいけないんじゃないかということだと思います。はい、ということで、一応以上となります。かなり早口でですね、ちょっとあんまりまとまってないで結構いろいろ話しましたから、ちょっと脱線したりもしましたけど、今回の件っていうのは割と本当歴史に残るですね、なんか情けない出来事かなと思っていますので、今までの動画の経緯も踏まえてですね、ぜひチェックしていただけたらと思います。特に韓国のことはそんな問題じゃなくて、むしろ香港のことの方が大きな問題だと思いますので、香港関連の動画はぜひチェックしていただきたいと思いますし、今回の動画の前回のやつですね、東アジア情勢についての動画はかなり細かく日本の安全の問題についても語っておりますので、ぜひそちらの方もチェックしていただきたいかと思います。はい、ということで以上となります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。